こんにちは。こんにちは。こんにちは。今回は。えー。ウマヅラハギについての話です。え。いや、それ、それ真面目な話なのに、サムネ釣っちゃうやつじゃん。 本当 <laughs> は、いやいや嘘です。嘘です。嘘です。嘘です嘘です嘘です嘘嘘嘘本当,本当に嘘です。サムネの内容30秒ぐらいしか続かないやつ。今回はちょっと真面目な話なんで真なメ、真面,でね、真面目なメンバーだけ集めました。お察しのとり、真面目なメンバーしかいないですね。<laughs> いつも来る人が真面目じゃないみたいな。いや、それはそう、それ,はそ,れはそれは真面目じゃないんですよ。まあ、当たり前ですけど。お笑い要因ですよそうそうそう。おとぼけ要因なんで。 え今回はですね、ちょっと真面目な話で、えー、ニート部のちょっとスタッフというか裏方をね、ちょっと募集しようかなと思います。はい。えっと、うん、まあ、編集、えっ、ー、と、ちょっとめっちゃ組織図むずいんですけど、くんさんの編集をしている、まあ、ニート部の編集もしているんですけど、している、まあ、アボボッタリの率いるくん編集チームというものがあって、それとは、はい、 関係ないです、今回のは。今回のに関しては。<お>はい、全く関係なくて、えっ、ー、とー、まあ、それの募集ではないので、勘違いしないでください。ま,まず第一に。まあ、そこを勘違いすると絶対出そうなんで、なんかそれではないです。ま、確かに。まあ、かにちょっとややこしいから、はい。そうそうそう。で、どういうものか、まあ、それを勘違いするような人は絶対採用されないんですけど、<laughs> <laughs> そもそも。えっ、ー、と、まあ、ニート部のスタッフを、えっ、ー、と、募集したくて、 えとまあ、フォームは説明文にあるんですけど、えーとまあ、これもちょっとややこしいですけど簡単な動画編集、まあ、要件が簡単な動画編集ができるでこれも、まあ、切り抜きとか、えーとまあ、ちょっと字幕つけるとかその程度での編集です。 編集の能力とかを見るんですけど、まあ、これはまあサ,サブ的なというか、まあ、それぐらいのまあ簡単な、本当にセンスとかじゃなくて、誰でも,も物理、業務的にやれば、もう誰だってできるような内容。カット、テロップ付けそ。そうですね。カット、テロップ付けと、まあ、まあ、簡単にサムネが作れるみたいな。あ、もう一個言っとかなきゃいけないんだ。これ あの編集チームでもあったんですけど、まあ、基本的に PC 持ってる人じゃないと厳しいかもしれないですねあ,あそれ先に言っとかないといけないなそうそう,そういやだから編集、うん、編集でもなんかスマホで作りましたとか言い出したりする可能性がかなりこの言う方はちょっと難しいですねでえー、あと、まあ、ちょっと雑務がめちゃくちゃ多くてその、まあ、なんだろう、うん、ニート部って 動画撮影以外にやってることが多くて例えばメンバーシップとかあとえー、まあグッズ関係だとかえー、あとまあポップアップとかまあ今も裏で進行してるまだ出してない内容とかがいろいろあるのでちょっとそこら辺をちょっとやってもらう人をちょっと探したいなというかっていうふうに思って でこの動ちょっと要項が若干前後したんですが、えーまあ、マインクラフトこれは、まあ、プラスであればいいなって感じなんですけどマインクラフトで、まあ、コマンドとかプラグインとかの作成能力があればもう最強ですねむしろもう超ウェルカム、うん、それもできればそのなんか、まあ、なんだろうマインクラの企画とかを作る上で めちゃくちゃ助かるので、まあ、それとか、まあ、まあ、そう,そうですね。まあ、作る上で助かるので、それはありがたいです。で、ええー、まあ、あと、必要な条件としては、まあ、熱意丸な人。まあ熱、ね、熱 <laughs> 大事ですね。いや、大事。熱意が多分一番大事で、<laughs> やる気そう、やる気めっちゃ大事なんで、その、まあ、まあ、そうですね。うん。 ニトめっちゃ好き、くんコンテンツもめっちゃ好きって人が、まああのー、求められてます。あのー、てか、一番大事かもしれないぐらい、それが。なんか、知ってるっていうのがめちゃくちゃ大事で、この仕事って。そのうん、なんか、後で勉強すればいいって言って、勉強できる勉強量じゃないんですよね、基本的に。確かに何年も続いてるコンテンツ。長すぎて無理、うん。なんか、俺、昔、くんの編集で、 もう,もう随分昔の話なんで、まあ、出すんですけどそのテレビの編集やってたって人を雇ったことあるんですよえっと、はいはい本当にテレビの編集でやってて、まあ、プロデューサーとまではいかないけど何かこうやってた人がいて、まあ、その人に作ってもらゲームの動画を作ってもらったんだけど、まあ、なんかやっぱ文脈が分かってなくてあんまこの君とかのこと知らないのノリだったりノリが全然分かってなくてこう ダメだったりあとまあニートムのことを知らない人ってまず声の聞き分けができないってことが起こるんですよ。ああ確かになんかう,、ね、うんこ起こるんでまあ編集チームでも声の聞き分けできてないなって俺よくおこ怒りに行ってるんだけどこれ違うよって言って注意しに行ってるんだけど、まあ、それが起きちゃうんで、まあ、まず聞き慣れてな聞き慣れてたら声って声って、まあ、判別つくんで基本的にまあ そういう意味で、まあ、熱意がめっちゃ大事。熱意が大事です。もう一番、本当に。で、えー、うん、まあ、あとそうだな、うん、まあ、こういう裏方の経験みたいなことしたことあったら、まあ、得るかもかまあ、なお、いいですね、うんまあ。あんまりないとは思うんですけど。まあ、まあ、確かに私たちも割と探り探りで今回。 採用不採用みたいな感じのやろうかなと思ってるんで自己 PR とかちゃんと結構がっつり書いてもらった方がありがたい感じしますねうんうん本当何でもいいんで英語喋れるとか全然ありがたいああ確かに確かにでかい,でかいあ英語理解はえっと正直めっちゃあった方がいいよねその読めあの話すとかじゃなくて読めるっていうので全然大丈夫で例えばなんかゲームのこう 内容をを調べるるととときかか規約とかを見るに英語しか規約書いてなかったりしたりしたらその英語が分かんないと結局ダメだったりするしそのマイクラの企画とかまあ他の何でもそうなんだけど何の企画でもそうなんだけど海外の YouTuber とか見れるから英語分かれば確かにこういうゲームやってますこういう企画やってますとかそういう提案もできるしできるからちょっとそういう部分も めっちゃ何でも本当に何でも大、まあ、あればアピールできることがあれば何でも書いてもらって、うん、まあそうだねそんな感じかなまああとはあと別に n 等のメンバーにはなれないですあっまあ、ね、ちょっと勘違いして送ってくる人多いかもしれないんですけどそうそうう動画に出たりそういうニー e w のメンバーには なれる感じでは全くないので、そういうのを期待してくるとまたちょっと違った感じになると思うので。まあ確かに。まあ逆に一生なれないかも。<laughs> まあ逆に。<laughs> まあ確かに。にななかもまあ確かに。まあ確かに。アボボタニが参加税になることはできないからな。<laughs> まあ、編集してることとか3カゼになることはか、まあ。レイ <laughs>、まあ、さんとか,ないから。レイさんとか。レ面白とか。<laughs> すぎるけどな。マジでうちの編集の人が酸化ゼになるとか。<laughs> 何すんだみたいな感じだけど。逆に 逆に一生なれなれい俺が俺がドキ,<の>ドキドキして俺できねえよ、うん、マジでみんなの <laughs> なんかああ大丈夫かなみたいになってドキマキしてできないわ確かにアボボさんとか想像してもらうのが早いといえば早い、ね、一番求めてる人材はそういう管理する人間とかそういう人間だからアボボさんとかそういう方を探している確かに、まあ、あと未成年はもちろんダメという感じで いや、アボボタニはめっちゃ頭いいよ。アボボタニ。アボボタニ褒めていいめっちゃいいや、アボボタニね、なんか問題が起こった時のね、こう、考察がね、めっちゃうまいんだよね。うわ、こいつ頭いいなってちょっとムカつくんだよね。ああ頭いいなって。から。いや、なんか、いや、明らかに俺より頭いいこと言うとき、言ってきて、うわ、 いやこれそれマジかみたいなこいつ頭いいなみたいなことがあるから俺はボボすごいいいなと思ってすごい何かのイレギュラー対応がを考えつくのがうまいなんかこう日々の業務をこなすのはこう、まあ、普通普通というかまあなんかそつなくやるんだけど、えー、なんかイレギュラー対応とかの時に何かが起こった時の対応とあとなんか人の気持ち考えるのうまいな す,すごいですね、俺は無理だわ。結局、炎上事と,とかってさ、人の気持ちいいじゃん。<laughs> はい、なんか、それ考えるのがめっちゃうまい、そのなんか自分の立場でど,どう思うかじゃなくてこう、それ、リスナーのが思聞いたらどう思うんだろうなみたいな考えるのがめっちゃうまいね。 じゃあボボさんにもちょっとフォーム送ってもらうとアボボさんいお願いしますって。っアさん <laughs> みたいなねアボボさん多分今の仕事と同時変更したら死ぬで。<laughs> <laughs> 死ぬろのね今日も死にそう、ね、あのー。 ね今日も死にそうになりながら、あの俺、たまに世界に旅行に行ったりするんだけど、アボボも一緒に行くのって、うん、もうアボボのボーナスみたいなもんなんでね、あお今それを目標に頑張ってるから、アボボもう今。ワクワクしてんだ。旅行くぞ俺は丸々に行けるから頑張るとかって言って、さっきもなな <laughs> <laughs> さっきもなんか仕事しに行ってたから。<ー>金持ちの芸人が相方にやるやつだな。ねもう <laughs> それでモチベーションにちょっとやってるから、まあ、彼は大変です、ね、たまには息抜きしてもらわないと大変だからな、まあ、毎日。でもまあ、結構、日々いろいろ変わる仕事なんで、飽きることはないと思いますね。まあ、仕事ないよ。ニート好きだったら、いや、好きだったら中身の人に絶望することあるかもしれないけど、気持ちもあるし。全然、全然絶望はそうかもしれないけど、<い>まあ、正しいとは思いますよ。 まあそうだね。まあ中の人に絶望はする可能性。まあありますね。まあちょっといろいろやってほしいことがめちゃくちゃあって、まあ今までは、今までは結構ニート部の人がやったりしたんだけど、まあ、ちょっと雇おうかなっていう、ちゃんとちゃんとした人を雇いたいなっていう。 なにまずななんで言ったらふってなんいや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 なんでふっていやいやいやちゃんいやいやいや,いや,いや兄弟生が来たらまつもう真っ先だからな普通にあ兄弟生、まあ、兄弟生兄弟生 <laughs> <laughs> 出てたらだいぶ評価高いよねああ<ー>まあ確かに兄弟生出てても努力をできるってことですからねまあ急定でも旧定大出ててもわかんないよね中身だってキートとかだったらちょっと微妙だし、ね、<laughs> 急なディス <laughs> ひどい <laughs> 急なディス始まった なんか割とほんと多角的にいろいろ書いてもらえればありがたいですね、こっちも。そうだね、結構多角的な仕事も多いし。まあ、確かに確かに。かね、マジ多いからね、なんマジマル,マルチタスクだと思う。あとね、スポーツやってたやつがいいね。危機感持ってる。<laughs> 危機感持ってるやつがいい。危機感持ってるやつがいい。<laughs> 卓球ってスポーツに入りますか入んない、入んない、入んない。それチー、<laughs> 地球、おられるぞ。おられるぞ。私や、私私質問しただけだから、らあの、この人、地球バドミントンは、それあの、スポーツじゃないです、それ。いやいや、俺は炎上するわ。れは、くんさんが悪るからな。まあ、あ、王さんは、その地球バドミントン部を考える、気持ちを考えるのがうまいんだそうそうそうもう。あ、僕、ま、はあ、バドミントンがどう思うかってのがうまいんで、<laughs> 僕はあんまりうまくないんで、人の気持ち考えるのは。うん、難しいよな まあうん、なんか自分がその、自分と同じ人がどう思うかなって考えるのは、それはできるけど、やっぱ、なんだろう,こう、第三者目線を考えるのってやっぱ難しいよね。まあ、特にこういう仕事やってるとずれるからね、常識が一般とかなり。うん 私、<識>日ュもともとずれてるしな、割とずれてる人たちと一緒にやってきたものだからね。俺、本当に仕事しててよかったってもう、会社員やってて、マジで。あ<ー>それやってた経験があるから、なんかこう、まあ、今、まともに、まともかどうか分かんないけど、ま,あ、まともな日本語とかを使えるというか、うかかなんか、仕事ってこうだよなとかっていう大前提があるというか、それがないとちょっと厳しいよなっていう、なんか難しい、なんか、まあ、できる人はいるんだろうけど。 まあなんか勉強が一つ必要だよなってそう、仕事どういう感じで仕事するかみたいなのを学ばなきゃいけないところから始まるから。あ、あと普通勉強持ってるかどうかも。ああ、まあ、免許持ってると。免許の有資格、無資格はめっちゃ大事かも。まあ、保有資格っていう欄があるので、あので別に弁護士資格持っててもいいですし。問弁護士すげえ。がいやでもね、あのうち、こぶし弁護士いるから、一人。 インーあでも、解雇,解雇、解雇になってけど、こぶし弁護士解雇になったけど、弁護士いるからな、うち。<laughs> 税理士がいいな。ありがとうございます、あ。税理士資格が一番ありがたいね。<laughs> あ,あのお世話なってる税理士事務所の人に、ちょっというちでやりますかって言ってみようかな。いやうちでやりませんよ、ばって。いやば、まあ、<laughs> 絶対やらない。いやなんか何を言ってるんですかって言われそう。 よし。はい。まあ、学歴は不問なので、別に。まあ、不問っていうか、まあ、あれば、まあ、別にね、その、まあ、ちゃんと頑張ってもいなってなります。概要欄にフォームがあるんで、そちらからお願いします,そうそうです、ね。あ、ただね、あとね、年齢なんですけど、まあ年齢は、まあ、一応、なんか、十八以上で、お願いします。高校生不可で。<え>はい。はい。こんなもんですかね。なんか、このさんありますかなんか、あの、 <国> OB, OB からのメッセージみたいな、こう、なんか、こう新,か新卒、新卒のね、<や>あの、<え> OB 訪問みたいな、こう、新卒社員に対する、るこう、2>, 2年目社員の、こう、このから、こう、なんか、なんか、 私は最私はとても充実していますとかさ、そういうのあるじゃん、なんかそういう。ああ<ー>、ニート部で働く喜びを。得てとててとも充実してます普通に、普通に助けてください。<laughs> <laughs> 無能なニート部員を抱えて、もう仕事ができません。ね、あのー、まあ確かにストレスはね、とんでもなく分かるかもしれない <laughs>。まあ、あれだからね、こう、難しい。結構、なんだろう、まあ能力、 必要だからな、うん、あと寛容な心もだいぶ必要かもしれない何<あ>かお願いしてもすぐによにあのそのお願いがねあのちゃんとやってくれるとは限らないですういう何でも何度も言わなきゃいけない,ういうな面白がるぐらいのメンタルじゃ <laughs> ないとまあまあそうだなまああといやウマさっは最近分かったでしょニート部がいかにやばいかこうなんかいやちょっと危機感を感じる <laughs> <laughs> 感は感ね、なんかニート部の名刺配信ってたいこうね「@everyone」してディスコードでみんなにメンションかけて「誰かやってくれませんか?」って声かけるんですけどだいたいできおこさんぐらいしかいつもリアクションをしてくれなくて、えー、20人近くいるのに、えー、僕この前それを解決しようとね「いけるあのあのいけいる人いませんか?で」でマルチタが少ないんだら。うん もうあのいけない人もスタンプをさせようと思っていける人は丸押していけない人は罰を押せってやったんだけど結局丸押してるのはこれあの3人だけですね。今、<laughs> アーケン、ディーディーそううんえこれ 3, 3人って言うけどあの最初の松村さんの、まあ、あのリ,リアクション用の用意だから2人ですよこれ実質。なんかねちょっとね、うーん、良くないですよね。やっぱ。で、練習して、まあ、スタンプ押すだけだよ。 まあまあ、そういうこともできない人たちはたくさんいますが、若い、まあ、Z 世代なのかな ?Z 世代じゃないよなこれ。ねね、Z 世代、そ<の>ことになるそれ言い出すと普通に、えーうんまあ。あれ見てほしいですね。あの僕の今週の,あのコラムをぜひ読んでほしいですねあ<っ>あの。世代について、<laughs> Z 世代の若者についてあのコラム書いてるんで、ぜひニートブ2等目に入ってる人は。 ぜひ書いてください、こう、ちょっと。なぜ、なぜ、何もでき、な,なぜ、Z 世代の子は投げ出してしまうのか、なぜ逃げてしまうのかについてとか書いてあるんで、ぜひ、ちょっと読みたい人は読んでみてください。まあ、Z 世代っていうことじゃないような気がするんだけど、あまり。うん、ちょっと別格。ちょっと別格、<laughs> 別格な気がするよね。このさん、Z っぽくないもんな、全然。うん。Z の感じなしないわ。 Z 以上になんかちょバケモンかが他の <laughs> そういう方々は <laughs>、まあ、確かに超えとるよねもうちょっと枠組みをでも私最近家から出なさすぎて親に Z 扱いされたああ、うん、なネットで全部 SNS で全てコミュニティを関係する Z 世代の特徴ですって言うたのテレビで見たん思うどさ本,<物><分>本物を見せてあげてください<ー>そう私どこへ行くにも歩きしか使わなくて車使わないで歩いていくからなんかそれもなんかえ みたいなもうずっと Z 扱いされてる私家で Z 扱いとりあえず Z ああ今時だね、まあ、全,然全然 Z じゃないと思うけどなうんだいぶ俺の中で 一番 Z って感じは、のじゃじゃとかは Z なのかなって思ってんですけど、ペニガキ、ペニガキの学校行かないあたりに関しては、本当 Z って感じの気がする。なんか、行かない理由とかなんか、あんま許されないのか。もう理解できないからなぁ。うん、ねよくわかんないですけど、彼ももう、でも高校生ですよ、もうちょっと今度もうちょっとしたら。信じられない。待、うん、ってほしいですね。まあ。 まあでも、なんかペニガキちょっと,ちょっとな危機感は持ってそうな感じするから、まだ。あ,あ、そうなんで意外、まあ、と人生設計、頑張って考えようとしてる。い意外と彼なりに、そ彼なりに何かの危機感を持ってる。どうにかしなきゃいけないんだろうけどな、みたいな。 はいって言って、なんかちょっとなんかや,や,もやばみたいな感じ同じ反応する人いますよ。あの、いるよね、なんか。二十二十四か五24ぐらいの人なんですけど、はいはいっていう、同じ反応してる、ペニ書きと同じ反応してる人いる。は、はい、なんでしょうはい、ということで、ちょっと話がそれましたが、えー、応募の方よろしくお願いします。 はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ますやる気のある人、るはい、本当に。本当にお願いします。<laughs> お願いします。はい、困ってます。